部長です。つむぎだよ。今回は地下走行だな。おそらくこの上のロックを解除するために虫のマークのものを3つ、単純に置いてあるだけならいいけど、それぞれ戦闘でって可能性はあるからな。まあその場合でもボスレベルではないだろうけど、ボスはジャイアントストームビートルだろうからな。だよね。と危なかった。右も似たような感じだな。作動させたらさっさと行けってことね。なら少しでも。ホウキメランを使ったか。今後はこういうのも出てくるだろうし。新たな敵だな。こいつは範囲内にとでか。まあ範囲角度が狭いからな。攻撃の際に裏取るのは難しくないね。でこれは戻り用のレバーだったか。先に進むには右へだな。トモンスターハウスね。発揮。こいつは初見だな。この炎上のは周りに弾を出してさらにそのままぶつけてくるか。ジャンプで避けるやけどしないときついな。これはさっきのやつだな。数が増えると逃げる場所が。それでもまだ2匹なら今度は3匹同時でまた違うやつ。ブーメランだ。とりあえずデカめ、と危ない。最後はこいつが2匹同時。本格的に避けづらい。見事にハマったな。デモ数を減らしちゃえば。最後もちゃんとかわしたな。ああいうので当たるともったいないからね。と今度は敵が鍵を持ってるか。広い場所で戦えればそこまでだろうが。焦って欲張っちゃった。下からも。ここは焦らず。またブーメランのリキャストが思ったより早かった。それ理解して次は気をつけてな。開いたかな。さっきの音だと年下にまだあるから。アップグレードポイントか。簡単に取れそうだし。よし。っていうかあるじゃん。あっさりだったな。これでさっき開けたところを上に。いかにも3つ集めるやつの1つだな。捕まえる。戦闘ではなくアイテムみたいな感じか。こういうのをあと2つ。途中で親に出くわす可能性もあるようだが、そこで戦闘ってのは避けられるんだろうけど。それは戦闘がロックを解除した先と睨んでいるからだな。だってあからさまじゃん。さてここは出ている橋を渡らずにか。次向かうのこの左だし。ここか。床がある。これで次の部屋。この先にかろうじて通路が見えるな。で写真じゃん。クルトンの2枚目か。やっぱ映画館は行くの早すぎた。まあ行けたしクリアもしているから問題ないだろう。では井戸から左にか。そこから2匹目3匹目の虫をだな。左に2匹いるってことか。レバーね。難しくないか。いや次の橋も連動してる。でもこっちにもレバーが。これで分かれる。でここも。ここはなくても渡れた気もするが。焦らす作戦だったのかもな。でよく見たらまだ左も行けたんだ。でもこの先はこの先で虫がいるんじゃないか。でもその前に鍵付きの檻が見えるんだよね。ここ鍵は左のやつね。あいつを倒すのか。でもこれだとホウキメランで倒すのは時間かかりそうだな。おい空中ダッシュのタイミング失敗なら確実な方法で。ホウキメランダッシュでか。
それも確実ってわけではなかったろうが。マーワックのタイミングは測りやすいよ。タフマされば。ここも急いで行け。経過シャボン玉で移動できる距離の間にってことね。ならここから。大きめランデのレバー操作もどんどん出てくるな。そんなことしなくても間に合いそうだけど念のため。とこれは2匹目かな。ここも戦闘はないみたいだな。それより羽つきを鳴ら虫って。名前はな。じゃあ最後の1匹を探しに行くか。さっき見つけた左のところだな。パッと見た目がいけなさそうだったけど、そういえばこの崩れれる床あるのはレバーだけだろ。やっぱり左に橋が。戻っちゃうから早く行かないと。これで先に進めたか。合ってるね。さあ今度はどんな仕掛けだ。回転する橋だが先が見えないのだな。とりあえず乗ってみて。ここでも見えない。右上にあるか。敵もいるし。よし、これで先へ行けそうだが。いや、さっきの部屋まだ右下が残ってる。で、これだけか。またレバーだけの浮き島に反応してしまったな。それはそれでしょうがない。アイテムの可能性もあったわけだし。そういえばこの辺橋を回転させる必要ないね。まあこういう感じのところも惑わすためなんだろうな。で、ここは虫じゃなくてチャレンジ。まあやるよな。失敗しても戻されないからね。開幕成功。しかしここ狭いな。一人に気をつけないとね。常に3匹はいる状態だ。やりに来てる。この組み合わせはきつそうだな。攻撃の種類がバラバラ。よし、あと2匹。落ち着いてやればあと1匹。と今回はアップグレードだ。スペシャルアタックのダメージ増加か。いいね。しかしこれでまた虫を探すことになるが。まだ上があった。前の部屋に戻って。それで橋を回転させてか。いや、回転させなくてもいけるんだ。ここから右上なら。よし、で3匹目。あっさりだったな。今度はノロマカタツムリか。ジャイアントストームビートルと関係あるのか。いや、まってまだいるの。一旦井戸に戻ってみればいいんじゃないか。しかないよね。とちゃんと3匹いる。ここでボス戦の準備だな。あからさまだからね。でさっき取ったスペシャルアタックの攻撃力アップ。そのためには何か外さないとな。うん。とそういえばボス向きじゃないやつ、これだな。これで5ポイントあるから。これで挑むか。とりあえず都念のためにセーブだな。で、予想通りこの扉が開いて、この先に。この BGM。 ボスのジャイアントストームビートルが来たな。でも何か普通の戦闘じゃ。これ逃げるやつか。こういうのは道知ってないときついからな。マーシンで覚えろってことだろう。まあやるしかない。途中にアイテムあっても無視だな。そういうのあるんだろうな。ってしまった。最初からじゃないのか。今のは落ちただけだからね。というかこれ避ける隙が十分あるな。とはいえ逃げれるなら全力で。あっ、
うまく逃げてるな。追いかけてくるのも一定のスピードだし。で、これはほうきメランが必要か。ためながら逃げろってことか。これでうまくいったな。こういうの挟んでくる。というか挟めるってことはやっぱ余裕があるんだ。追いつかれたらおしまいじゃないってことだな。右にやってよかったって写真じゃん。これは想定内だな。てかどこに行けば。行ってみたいのはこれじゃない。落ち着いて待ってた。上に進める場所がある。となると橋を立てにか。そういうことだよね。でも立てると横から行けないから。どうする気だ。このまま上に行けたか。まあここは落ちてもと思っていたから。さらにレバー。これ戻って走れか。よし。左に行くか。とりあえず逃げないと。おそらくどっち行ってもアイテムの可能性はあるからな。まあそれはこれが終わった後でいいからね。オックルトン。終わりか。友達5人目。あと半分か。と何かまだ話すかな。特にだな。でまだ目的地に着いてないんだ。この先でだな。お。新しいアビリティ来たな。魂ジャンプ。てかこれ魂の状態でジャンプできるようになっただけじゃ。なんだろうな。強くなるっていうより進行のため。まあこういうアビリティが一定出てくるのはしょうがない。やっぱ平面だと作りにくいかな。二眼弱とかってくれればとは思うけど。それ必要か。確かに高さ表現があんまりだしな。とこれは戻ってきたのかな。と勘違いしたか。これはダッシュだ。一応今の場所を確認。もう戻ってるぞ。あれ看板はどこへ。ここにあったはず。まあ行けるようになったから外されたんだろう。そう思っておくか。これでまた目的地が見えなくなったな。メインマーカーを買ってこないとね。だな。で今回もアイテムマーカーをまた。いや買いすぎても意味ない気がするんで。見送りか。もうちょっと行ったことあるエリアが増えてから。ここは終わった後の感想だな。ほんとここはヒントくれる場所じゃないな。ではこれでメインマーカーを買うか。このメインマーカーたまに値段変わるよな。前1400の時あったよね。それな。もしかしたら進行する場所によってってのはあるかもね。で次の目的地だが、映画館の右側。でもこれだとタワーから先になのかな。行けるのか。それを確認しに行くしかない。確かに頂上からは無理な気もするけど。だったよな。なら他から行くしかないかも。まあそれは次回。では一旦休憩だな。